はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。魔法使い黒猫ウィズ、久しぶりに始めていきましょう。まず1日1回クイズやっていきましょう。見たことあるぞこれ。トロント眠そうな目。え、何これ。いや、わかんないです。ラビオリっていうのか。早くオピンチ。アービーだった。あ、でも追い詰められたが、まだチャンスある。死にました。なんだろう、この剣闘戦って。死者と名乗るのもおかしい。ストーリー見るだけかな。ビルニー、メルネー、見て見て。さあ、あなたたちも黒猫の魔法使い。ということで、刻印クエスト。挑戦しないといけない。刻印選択ってなんだ。ルールがよくわからん。とにかく俺はクイズがしたいんだよ。さあ来ました。相手を先制攻撃、鉄壁防御やってやろうじゃないの。あ、意外と硬い。え、何こいつ強い。選手の名前、引き倒したが2匹しか残っていない。ガシャンドシャンようやく右の一つが視野に入ったが、ほとんど残ってないぞ。お、ギリギリ倒したが、え、まだ死んでない。オッケー、透明させました。でもこれだと危ぶまれるな。強敵でした、思ったよりも。一匹のみ、行け。そうだったんだ。硬い。あ、間違えた。文献。ええー、わかんないや、これは。ハワイ。オッケー。決めたい。なんか自動的に落ちていくんだが。
しまんでよかった。やばい、やばいわよ。え？あ、よかったよかった。残念でした、間に合わなかった。なんだよ、トローに終わった。まあ俺はクイズがしたいからいいんだけど、まあ、これでは成長できないからな。で、このレベルは上げられない。素材集めだな、一般的には。ウェルカムミッションって何だったっけ。あ、ミッションするだけ、あの結果だけか。イベントって何？いや、たくさんありますね。ソウルバンカー、回答者ルルベル。うん。ストーリーを読まざるを得ない。しかし読まない。クイズがしたいから。さあ、クエスト挑戦です。え、ちょっと待って、敵は何？敵の色がわからないと何とも言えんな。でもなんか青がいいみたい。あ、もしくはなんだここは。自然に色とかわからないんかな、あの攻略サイト抜きでね。え、なにこれ。え、全然ダメだ、強い相手が。イベントみんな簡単にクリアできるものと思ったら強化されている。ナイスだが、ちょっと腑に落ちない。一体は倒した。あ、出た、ラザニアだ。一人でいいんじゃね。使ってみよう。行け行け行け、ゴーゴーゴー。
クリア。まだです、まだです、まだやらないといけない。一生でこれだと相当苦労するよな。なんだろうこれ。青が矛盾が少ない。なんで平らな下げるのにフラットだと思ってた。ずっと硬い、こいつは硬い。使ってみよう。あ、そうなんだ。じゃあこいつは一緒。リンクの上にできる細かい粒。ヘブル、わからん。買収ラマ、開門。なんだこいつ。お引き取り願います。あ、当然破るが。ボスですかね。これがボス。道つなぎが多いな。あ、いいですね。残り1体になった。あ、つながるんだ。お引き取り願います。クイズだけクリアしたかったよ。これでもレベル上がれるんだ。これって偏差値的にはどうなんだ。1の2の小。黄色って弱いのって本当にこの辺なんですか。クトウドリがいるの。青じゃなくって紫。あ、うわ、やばい。悪い子は誰だ。一瞬わからなかった。
あ、もうちょっと残ったな。ザまでいる。 OK です、クリアです。わからなかった。あーっとパス。春巻きか、春雨だと思った。え、おお、クリアした。さて誰だ。真ん中注意です。真ん中強いのって黄色だよな。いきなりからちょっと打ってみよう。え？わかんないやな。毛沢東じゃないよ。わからないこれは。ダメだった。こういうのでいいんだよってわけ。一匹も倒せなかったか。まあでもそんなにダメじゃない。倒しました。これでジレスさん、ダシュリーさん、天界の羅針盤、あらゆるものの位置を指し示す。ボス、いや倒した。はい、おかげさ。いえ、廊下パーラではございません。まあ世界観全然わかんてないからな。レベルは上がった。SSになった。平均回答時間は失格。あまり褒められない。あ、気をつけない。2章になってる。このまま行きましょう。今度はティーイカが退治。
あ、ダメか。これ赤がいいんだ。いや、いいのか。よくない、よくない。青は相性悪い。赤だった、正解は。命のバーゲンセールだね。これが正解。こういうこと、罠があるんか。あ、復活した。一回輪を切ることができるんだ。苦戦してますね。さっき出てきた。今度は負けられない。そうか、そういう意味か。これは失敗できない。次行こう。え、違う。おお、危なかった。ドローンパ、そうだな。青の方が良かった。強い。あれ？これだ。よかった。危なかった。なのか、海の子は。いや、なかなか苦戦してます。
ケイ、残り1体ラスト。触覚じゃないオッケー、やりました。あ、まあブーストしてもよかったかもな。ただえ、あ、また罠だ。芸能です。いや、使い切った後でいいや。とりあえずスポーツ。え？ビル・ゲイツ。部屋で。これはわからない。これはわかる。オリンピック見てないからわかんないです。はい。スキル発動、これ。え？中のウィーはこれはわかんないや。死んだ。終わった。無理でしょ。こいつ単独で倒すことは不可能。ダメでした。ゲームオーバーです。あ、コンティニューしますか。一個ならいいや。え？ああ。宮間、加山未練だと思ってたや。はい。え、そうなのか。まあ綺麗好きだからな。そうしてもらおう。強いです。ごちそうさん。え？なんか勝ったんだけど。なんかパーティーキルしてない。OK、 契約レベルアップ。 IPH 配置は回避。
解放されましたってなんだ。もう一回いけるかな。全然ダメです。大苦戦です。ここは飛ばサクッと飛ばしていって、3勝になるか。でもここはもう離脱、最後にトーナメントあって終わりましょう。あ、これが一番強いか。これでいこう。レベルは49になりました。赤だな。1でスタート。あ、いや、青でよかった。青か。ハンターの時代はよかった。テリーボガード、倒せるかな。これでなんか残り3つは東アジアだが、まだ首位。大通りピポーンですね。これはダントツを首位です。1位ですね。あ、そうかあり。ランクアップはしますけどね。もう一回いける。行ってみよう。お願いします。さっき世界か分かんないや。これはあ、出遅れてしまいました。ん、絶対ラピュタ。一つだけ順位が上がった。赤ですね。感じは OK です。知らなかったけど、まあこれだろうと思った。これ使っていきましょう。スキル発動。チャンピ
ピオデスラー自体がわからん。ラストかな。無残に砕け散りました。これどうでしょう。1位でしたね。さあこれでまたクラスが上がった。はい、終わりです。 もらうものもらってとっとと終わりましょう。いろいろもらえますね。レベルも、これでレベルも上がるんだ。レベル50になりました。はい。ということで、今回はイベントの、このソウルバンカーっていうイベントを中心にやっていきました。なんだろう、これ。まあ、物語は全然見てないから、とにかくクエストを進めるだけだけど、レベルを上げることができるクエストなんで、ぜひやってみてください。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリストブログツイッターございます。ぜひ、ご覧ください。ツイッターのフォローもお願いします。はい、久しぶりに黒猫ロイズやっていきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。